皆さんこんにちは、まちれもです。今日は初心者でも真似できる手帳の書き方をご紹介します。動画の前半では簡単イラストの解説、後半ではマンスリーノートを使って実際に4月の予定を書いてみました。ぜひ真似してみてください。今回使用したアイテムは無印良品のノートマンスリー、シグの 0.38、マイルドライナーのマイルドグレー、解説用にはサニーノートを使用しました。それでは早速始めていきます。今回はライン、矢印、見出し、アイコンの4つに分類分けしてみました。まずはラインから書いていきます。短い線を斜めに書いて繰り返してみたり、丸と丸をつなげてまっすぐの線を1本書くだけでも可愛いです。あとは線と丸を繰り返すやり方や、もくもくもくと書いてその上に点を付け足すだけでとっても可愛い雰囲気になります。バツや丸を組み合わせたキラキラとしたラインもとっても可愛いです。次に矢印を書いていきましょう。支点を丸にすると予定の始まりが分かりやすくなるのでよく使用しています。また線の部分をドットにしても可愛いですよね。とってもシンプルですが、太めの矢印を塗りつぶすやり方もよくやっています。今回はペンで塗りつぶしましたが、マーカーで色をつけると早く可愛く仕上がります。個人的に好きなのが塗りつぶした矢印に線を加えて立体的に見せる方法です。線の規則さえ覚えてしまえばとっても簡単にできるので、ぜひ真似してみてください。また動画の再生マークのような矢印や丸の中に矢印を書いて外側を塗りつぶすやり方もおすすめです。黒が多いと目立つのでアイコン代わりにもなります。次にちょっと目立たせたい時に使える簡単な見出しを紹介します。斜めに線を2本書いて反対側も対称になるように書いていきましょう。お次はリボンを書いていきます。まずは四角を書いて両端に切り込みが入った線を書き足します。三角の部分を塗りつぶせたら簡単リボンの出来上がりです。文字を入れると一気にそれっぽくなります。今度は私がよく使っているメガホンです。アイコンにピュッピュッと線を加えるだけで目立たせることができるかなと思います。にるっと線を描いて鉛筆マークを加えれば勉強用のマークとして使えそうです。お次はとっても簡単なタグを描いていきます。片方をギザギザにして小さい三角を塗りつぶせば少し立体感が出て可愛いですよね。この太陽のようなイラストも対応しまくっています。私は長さに強弱をつけるやり方がお気に入りです。小さい丸の部分を星やハートにしても可愛いかなと思います。次は仕事でも使えそうなメモのイラストです。四角を描いて両端をギザギザっとさせたマスキングテープを描きます。重ねるように四角を描いて塗りつぶすとより目立ちますよね。あっという間に完成させることができました。最後の見出しはタグ風のイラストです。これは四角と台形の組み合わせになります。紐の部分はすべて貫通させないように気をつけましょう。ぜひ中の文字を書いて試してみてください。最後にアイコンを紹介していきます。細長い三角を3つ書いて中を塗りつぶしていきます。その上に雫のような形を書いていきましょう。中にスッと線を加えればろうそくができました。次は四角を書いてその中に十字架を作っていきます。上に三角形を2つ加えればプレゼントボックスが書けました。お次はお月様を書いていきます。中に星を書くとキュートさが増して可愛いです。次は黙々とペンを動かして雲を描いていきましょう。斜めに線を加えると雨に早変わりです。晴れマークは周りの線をランダムに描くとバランスを取るのが簡単になります。びっくりマークやハテナマークは縁取るだけでも可愛いです。お次はビールマーク、モコモコは難しく考えず適当に取っ手をつければ完成です。
カフェのマークはすべて曲線なのでバランスを取るのが難しいですが、リズムよく書き順を覚えてしまうとサクッと書けます。メールマークは四角と三角の組み合わせだけです。本書くときは下に鍵をつけるとより本らしくなります。メールマークは四角だけで簡単に書けるのですごくおすすめです。お次はダイヤマーク、横横斜めの順で書くと書きやすいです。上段には三角を2つ、下段には1つ書くとダイヤっぽくなります。顔を書くのが苦手な方は目だけでも可愛いです。ハートや涙を加えると一気に表情が出ます。最後はお給料日なんかで使えるガマ口マーク、丸を2つ並べてカーブを書き、下に丸を加えれば出来上がりです。真似できそうなものはありましたか？次はマンスリーノートで実践していきます。それでは早速4月の予定を書いていきましょう。まずは日付を書きます。私はペンで書いてしまうことが多いですが、日付のスタンプやシールを貼っても可愛いですよね。好きなやり方で埋めていきましょう。このような旗のマークに行き先を書くと可愛いです。ちょんちょんと線を加えるだけで動きが出ます。次に墨にカーブをつけて線を加えていきましょう。さらにドットを加えます。縁に斜めの線を引けばおしゃれなフレームが出来上がりました。先ほど解説した本のマークを書いて、英語は少し間隔を空けて文字を書くとおしゃれです。午前と午後で予定があるときは中央に点線を書くと分かりやすいです。アイコンプラス文字の組み合わせは無難に可愛いなと思います。特別な予定のときは数字を太くしたり、周りに装飾をつけると華やかになります。こちらも先ほど練習したろうそくの出番、ちょんちょんちょんと書いていきます。英語は左側のみ太くするだけで簡単に可愛い字が書けるのでおすすめです。空いたスペースにはキラキラを加えてみました。下も少し寂しかったので斜め線を加えて埋めてみました。このような感じで30日まで書いていきます。テロップでポイントを解説しているのでぜひ楽しんでください。
全体像はこんな感じです。黒とグレーの2色だけでこんなに可愛く仕上がりました。多少イラストの形がいびつでも全体で見ると気にならないので、どんどん書き込んでいきましょう。それでは最後まで見てくださってありがとうございました。少しでも参考になれば嬉しいです。チャンネル登録、グッドボタンもお願いします。